はい、おはようございます。レールの澤です。えー、っと、音楽ネタでお送りします。 えー、昨日ですね、ん弾けるかなと思ってあの、木綿のハンカチーフやってみました。まだ、あ、ちょっとたどたしくてね、怪しいですね。えっ、ー、と、アルバムバージョンの矢野健さんが弾いてる方のバージョンなんですけれども、あのやっぱり一番の難所はね、最初の出だしのところって、タッタンタンタンタッンラッタって、あの、イントロのところがね、やっぱ難しいです。あの、リズムで軽やかな感じを出しつつ、ちゃんと一音一音をはっきりくっきり出さなきゃいけないんですけど、矢島さん、もうさらっとやっちゃった、ね。 んですけどもやってみたけどもなかなかうまく出ないんだよなって感じでね、えー、またもう一回チャレンジしようかなと思ってますがあのリ、ー、ク先貼っときますもしよかったらご覧くださいえー、っとなんかね弾いてて懐かしくてね <laughs> 思わず歌って口パクで歌ってましたあのー、歌詞の歌詞もほんとよく覚えてるよなと思って聞いたのがね中学校3年生でしたよ 太田博美さんの「モエンハンカチあ」テレビでね聴いてねうわーこの曲いいと思って速攻であのシングル買ってきてね聴、えー、いていました <laughs> それでうーんとあのえー、っとね都会,都会の絵の具に染まらないで帰ってってところがね印象的でねでもやっぱあれだなあの <laughs> 私ぐらいの年代だと都会の絵の具に染まらないで帰ってねって言うとなんかあそうねってこう通じるんですけどもねあのー、一回りぐらいまでいいのに二回り。 以上離れちゃうとね、それ何ですかそれ何ですかって言われて通じないんで、あそうだよね、もう古い曲ですものねっていう感じなのですけれども、えー、懐かしんで、えー、弾いておりました。あ太田弘美さん、これね、あのー、本当、今の,あのコロナが収束してくれたらねあの、ライブハウスでこれやりたいな、前から思ったんですよね。で、せっせっせっせとギターの感を取り戻して腕を上げようってことで動画撮ってて、大体いい,いいところ、 来たからじゃあいよいよなんかバンドを入れてもらってこれやりたいなと思ったんですけど多分ダメですな <laughs> っていう感じがいたします本当にに何とかしてほしいね、えー、よかったら聞いててくださいそれじゃあ